4大谷翔平さん、マリナーズ戦で、復帰できなければ故障者リスト入りへ。現場では今季終戦の判断が近づいているのかもしれない。オレンジカウンティレジスター電子版でジェフ・フレッチャー記者は、大谷の故障者リスト IL 入りについて、現時点ではそうではない、というネビン監督のコメントを紹介。一方でもしチームが大谷がプレイすることなく、このシリーズマリナーズとの3連戦を乗り切れば、そのようなこと IL が話題になる、かもしれない。その段階に達しつつあるが、彼はプレイしたがっている、という指揮官の談話も合わせて報じた。なんかどんどん状態悪化してるやん。これでもまだ休もうとしてないのやばくね大谷。もうでんやろ。さすがに昨日で察したわ。満票 MVP はなさそうやね。一部のひねくれ記者が投票嫌がるやろ。もっと早く他人の言うことを聞かないから。なんでこんなやたらと試合出たがるんや。検査拒否してまで出て人体断裂したのに。なんか事情でもあるんか。遅すぎだろ。今から会えるならもっと前に入れとけよ。ベンチに控える大谷翔平がマリナーズを惑わせた？大谷が代打で出てくる可能性を懸念したのかもしれない。今から治療に入れよ。何もせんと来シーズン出れる試合がどんどん少なくなってくやろ。まあ天使の場合みんな怪我するからな。プレイオフもないなら出なくてよくない。怪我してるしシーズン終わっとるしもうええやん NHK は泣くやろうけど。来シーズンまで休んだら、スタメン発表におらんのやったらまあ、昨日はガチでがっくり来たわ。MVP とホームラン王はもう確定みたいなもんやし、はよ治療したがええやろ。速報大谷9試合連続ベンチ。わお。いや右肘の靭帯損傷と脇腹痛めてるんだから普通に故障者じゃん。ベースボール史上最高契約行く。翔平は可愛いからもうそれだけでええんやで。治療専念や。このチャンネルでは南西でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。